豊後街道の宿場町筑後吉井。今もなお立ち並ぶ白壁造りの町屋は筑後川の恩恵を受けて財を得た豪商たちの富の象徴だった。先人たちが追いかけた夢、未来に語り継ぎたい風景、ほんの少しだけ足を伸ばしてみませんか。夢クルーズ Brought to you by 福岡県ホンダカーズ。今日の旅のナビゲーターは、上質なクルージングを実現したセダン、ホンダアコードハイブリッド。江戸時代は宿場町として繁栄した浮橋吉井町。当時幾度かの大火に見舞われ、豪商たちが土蔵作りなど工夫を凝らして火災から家を守りました。文久3年に建てられた鏡田屋敷、当時は軍役所の官舎として使われていたと言われます。白壁通りには個性豊かな店が軒を連ねます。中でもとりわけ異彩を放つのがステンドグラス工房立町尾花。伝統的なステンドグラスの技法をもとに、和や理調の趣を取り入れたオリジナル作品が並びます。筑後吉井へのクルーズはホンダアコードハイブリッド。内側から張り出すような豊かな隆起と鋭いエッジ、深い彫り込みを合わせ持つ面、それによりセダンらしい拡張と先進感が融合したフォルムの伸びやかさを際立てるとともに、上質感も深めています。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。